おはようございます。9月23日木曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。前線や低気圧は太平洋側を通過します。現在関東周辺では雨が降っているところもありますが、だんだんと止んでいきそうです。一方で日本海側からは寒気を伴った低気圧が接近します。その影響で北日本から北陸にかけては雷を伴い雨が降る恐れがありそうです。沿岸では風も強く横殴りの降り方になる恐れがあるのでお気をつけください。また山陰にかけても午前は雨の可能性があります。その他では日差しが届くところも多くなりそうです。気温を見ていきますと、関東以西では30度以上の真夏日となるところもあります。こまめな水分や塩分補給など熱中症対策は万全に行うようにしてください。ここまでは23日木曜日の全国のお天気をお伝えしていきました。そして詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧ください。